让你提出来的一个错，希望呢学成了的我，那从花儿学知识的一个人，这些故事的那个花儿学知识的，让你学成了的许多，后来我到底做什么对我这个学知识的，现在不是一个，那从花儿学成了的一个人，从花儿的一个人，阿妈的学知识的呢。というわけで、まあ、成長物語をやっていきます。まあ、すでにちょっとパワーを少しずつ強化してしまったんで、楽にクリアでき、当初は諦めちゃって、僕は絶対に諦めないからね。なかなか。第1進め、三進する。三進するな。おめっちゃパワー。第2試合、ペアゾーンより担当しろ。第3試合、ペアゾーンより担当しろ。第4試合、ヒットを受け。バグった。え、落ちた。え、マジか。いい感じ言ってたのに。なんでや。中断してどっか始まるのか。あ、復帰してよかった。最後の試合、マリンボールってヒットしよう。はい、シャクリア。中の試合をクリアしました。はいはいはい、そうそう、この調子さあ、で次が2種類か。あなたの才能とやる気を試させてもらうわ。はいはい、どうぞどうぞ、見てもらいましょうか。強襲にヒット打て。はい、ライト方向に打っていきましょう。OK、 あ、センターか。うわ、ライブ方向。待て、待つんだ。安心した。ライブ方向に行ってしまう。これはライトか。また。ライト。あ、ね。ファースト取られそうだった。ライアンの試合が超大きい。あ、ホームランでいいか。変化球を引いたりしろ。おお、チェンジアップ。OK、
意味白いかもしれん。クリア。でも結果はまずせず、さらに世間のことも考えなさい。おう。おう。さあ、次行きますか。3日目その辺にのですね。日焼けした前にサクッと回します。はい。大丈夫ですね。なかなか見ていきましょう。試練だった。こう変化球を打ち当てるってかなり高度なテクニックを要しますね。ああ打たれちゃったぜ、うん、うん。少し緊張に4日目が来ました。4日目は手伝っております勝負なんでよろしくお願いします。もう少しシュートやってみましょう。カーブやってみましょう。はい、そしてスクリューをやってみましょう。いいよ、乗って一旦しろ。大丈夫ですよ。変化球打ってヒッターにしろ。大丈夫ですよ。変化球センター方向に打ってヒッターにしろ、はい、センター方向クリスマスに打ってヒットにしろ。
ダイヤシェスライダー打って本塁打にしろ。マジか。ダイヤシェスライダーをレフト方向に打ってヒットにしろ。はい、ファールか。そう、しゃあ第4試合スライダーをセンター方向に打ってヒットにしろ。うん、まあ、球種が勝ってるよね。球線飛ぶのを打って本塁打にしろ。マジか。OK。 続いての試合を失礼しました。なかなかやるじゃん、この調子。いやー、なんとか一発で全部クリアできましたね。よかったよかった、よかったよかった、全部クリアできた。よし、次回エキストラを挑戦します。ご視聴ありがとうございました。